です。ただいまということでね、ちょいとゴールデンウィークを満喫しました。で早速今回の動画なんですけど、まあ、なんかここ最近ねアンキモだったりとか白子だったりとかなんかワニのお肉だったりとかちょっと特殊なものが続いていたので、なんか体がねなんていうのかな、馴染みのあるものを欲してるというか、なんかザ・ド定番メニューが食べたくなったんですよね。ということで今回はもやしを使った料理でございます。まあ、もやしだったら実質ゼロカロリーみたいなもんなんで、まあ、永遠と食べれるんじゃないか、ということで、早速今日も作っていきましょう。じゃあ、では作っていきましょうか。一応今回のメイン食材としましては、こちらはもやしになるんですけど、今日スーパーに行きましたら、こういった5月らしいものが並んでたんで、思わず買ってきちゃいました。こちらから新ニンニク、もずく、めかぶですね。もうこの新ニンニクなんかこの時期しか食べれないですもんね。でこちらを使って何を作ろうかなと考えたんですけど、こちらの新ニンニクを使って炊き込みご飯で、このもずくとめかぶを使いまして、以前金子さんが作ってくださったような味噌汁を作っていこうと思います。でこのもやしは今回はそぼろあんかけにしていこうと思いますので、まずはこの新ニンニクの炊き込みご飯から参ります。このニンニク立派、やば、めっちゃ美味しそう。でこちらの新ニンニク、この段階でもう食べれそうな気がするんですけど、手が実際でも食べれるんですけど、ただどうしてもこの周りの皮が気になるんですよね。気にならない方はこれも省いてもらっていいんですけど、今回はこの周りの皮まで取ってしまおうと思います。そしたらお米と、こっちのニンニクから出る水分も考えて、ちょっと少なめにお水、あとはニンニクと、今回味付けは塩のみでいこうと思います。で今回買い忘れちゃってるんですけど、ここに油揚げなんか入れてもね多分美味しいかと思います。てか普通に醤油、酒、みりんで味付けてもね美味しいでしょうし。ではこちらを炊飯器にゴー。では今回のそぼろあんかけと味噌汁両方に使うお出汁を取っていこうと思います。こちらが今出汁昆布を一晩漬けておいた状態ですね。60度になったら火を弱めて、このまま60度から70度の温度帯で10分15分ぐらい煮出していこうと思います。僕も前までもうこの段階で昆布取り出しちゃって、で沸騰したら節加えて煮出すって感じにしてたんですけど、なんか正直鰹節の味ばっかりして昆布いらないんじゃねと思ってきたんですよね。だからもっと昆布が主張できるようにちゃんと昆布のね味が出やすい温度帯でしっかりと煮出していこうと思います。15分経ったら昆布回収して、沸騰してきたらこの昆布のぬめりとかアク取って、昆布だし完成。もうこの時点でバチバチにうまい。90度ちょっとになったら節加えて、今回厚削り節なんで次は90度をキープしながら10分ほど煮出していこうと思います。間違えました、厚削り節なんでこのくらいはね弱火から中火ぐらいでコトコトと10分でしたね。では10分後へ移動。ということで煮出し終わりましたんで、こちらをさらしでこして、でまず肉そぼろあんから作っていこうと思うんですけど、今回のが豚ひき肉ですね。もちろん牛豚合いびきとか鶏ひき肉でもいいと思うんですけど、何を使うかはお好みということで、一度お酒吸わしとくと臭み抜きもなるし、この後炒めるときにポロポロになりやすいんですよね。軽くラップして冷蔵庫で10分15分ほどちょっと放置しておきます。まあ、実際のところこれお酒ではなくて焼酎なんやけどね。こういった茶色い瓶やったら開封して1年、
白とか緑とかこういったクリアなやつやったら半年、僕の場合そのぐらい経ったらもう1個にまとめちゃってもう料理酒として使ってる感じですね。まあこれも普通の美味しいんやけどね。そしてこちらが今回の調味料たちなんですけど、こちらからだし、醤油、みりん、砂糖、豆板醤、ごま油、生姜、ニンニクですね。正直もうこれだけでもいいんですけど、今回もやしにあんかけをするのでこの豆板醤とかあとニンニクとごま油の香りつけたりとかちょっとパンチを持たせようかなということでこういった布陣になってます。で今回の比率が5対1対1弱1弱適量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 という感じです。今回は結構濃いめですね。あのカツ丼とかのつゆと同じかそれよりもちょっと濃いぐらいって感じです。ではあんかけを作っていきましょうか。そしたら火にかけて豆板醤じっくりじっくり炒めて、豆板醤のいい香りがしてきたタイミングで豚肉投入。で脂質とか気になる方がもしいらっしゃったらこの時のこの油、これをペーパーで拭いてあげればもっとすっきりするかなと思います。でもこれは完全に好みのものだと思うんですけど、僕はここでちょっと焼き目をつけます。ちょっと香ばしい風味がね欲しいので、沸騰したらみりんをまず煮切ってアルコールの香りがせんくなったら火を切って、水溶き片栗粉でとろみをつければあとは風味付けのごま油ともう一度火にかけてこうやってビチビチすれば OK。 ちなみにこれもうちょっとあんのとろみを抑えて、でここにネギのみじん切りとお豆腐を入れたら甘口の麻婆豆腐になりますんで、もし余っちゃった時は何かね活用してください。でこちらにありますのが肉そぼろあんかけの具材のもやし、人参、ニラ、んでお味噌汁の具材のもずく、めかぶ、豆腐、生姜、これさっきの肉そぼろあんかけのあのすりおろしたやつも余りですね。ではこれらの下準備をもういっぺんにまとめてやっていこうと思います。さすがにやりすぎた。では続いてお味噌汁の具材の準備に参ります。そしたらこのめかぶともずくは一度熱湯を注いで、あとはこれをザルでこして、これで準備完了。でちなみにこのめかぶってあのこうやってお湯というかあのお水に濡らすまではね、あのそこまでぬるぬるはしてないんですけど、あのこういった感じでお湯を当てると一気にぬるぬるになりますんで、こういう風に切ってからお湯に当てた方があの処理はしやすいかなと思います。
で今回このメカブももずくもいっぺんにやっちゃったんですけど、このもずくはもずくでざるにあげて粗熱が取れてからこういった感じで三杯酢につけてあげればもずく酢になるし、でメカブはメカブでこの段階でご飯にかけたらメカブご飯ができますんで、ではちょっとこれは冷蔵庫で待機。そしたら火を止めて、あとは赤味噌を溶かせば、よし、バッチリ。お味噌がね、一発で決まると気持ちいいよね。で、先ほどのメカブとモズクなんですけど、あの二つって火を通しすぎるとこうぬめりもなくなるし、風味も飛んじゃうので、盛り付けの時にこれを合わせる感じにしようと思います。ということで今回のメインディッシュのもやしたちに参ります。ではこれからこの子たちをちょっと茹で上げていくので、お湯にお塩、そしてごま油。でこのお塩はこのもやしたちの味付けにもなるので、今だいたい 1% から 1.5% ぐらい、うわしょっぱって思うお吸い物ぐらいの塩分、まあ、感覚的にパスタの茹で汁みたいな感じで、今回のこの3種類の野菜、本来だったらこのヌンヌンが一番火が通りにくいと思うんですけど、今回このぐらい細く切ってるので火の通りやすさで言うと多分ヌラヌンヌン燃やすの順番かなと思うので、先方燃やす、次方ヌンヌン、中堅ヌラ、以上この順番で今回茹でていこうと思います。では参ります。あんだけいっぱいあったのに結構傘減りましたね。まあ、とは言ってもね、他の方からしたらすごい量があるとは思うんですけど。では最後の盛り付けに参ります。はい、これでもやしの肉そぼろあんかけセットの出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで無事に完成しました。いや、ついに買っちゃいましたね、ホットプレートね。これであったかいもんがあったかいもん食べれるってもんですね。では早速食べていきましょうか。いただきます。あ、うまっ。おう、まあ、まず初手安定のね、お口の潤しタイムですね。うまっ。やっぱ時期のもんはうまいね。このもずくのね、この食感もいいんですけど、めかぶって言ってもわかめの下の方なんで、なんていうか昆布みたいなお出汁というかね、あんなも感じるしね、ちょこっと磯の香りもするしね。で、何より茎のところのこのコリコリ感というか、もうゴリコリ感というかね、うまさの純度 100%。 では早速こちら参りましょうか。この肉味噌たっぷりのところ一度ワンバンさせて、まあそれはうまいよね。うわ、てかご飯うまっ。
こんだけ今回たっぷりニンニクを入れてるんですけど、なんだろう、嫌なニンニクの香りじゃなくて、いいニンニクの香りが全体についてる感じ。で、このニンニク自体はね、里芋とかゆるねみたいなホクホクねっとりとした食感って感じ。いやー、うまいなぁ。新ニンニクらしい、みずみずしい感じというかね、この時期しか食べれんもんね、これね。この新ニンニクも皮ごと素揚げにしてもらったりとか、オリーブオイルとか使ってホイル焼きにしてもらったりとか、なんならこれ天ぷらとかも美味しいので、今回九州のニンニクを使ってるんで若干早いんですけど、時期がね、もうそろそろ青森県産の新ニンニクとかもこう出回ってくる時期かなと思うので、スーパーはあんまりないけど、例えば道の駅とか、もっと確実なのが通販とか、そういったところでも買えますんで、もしねご機会がありましたらぜひ。こっちのもやしのあんかけに関してはもうね、多分説明することもないとは思うんですけど、まあうまいよね。結構肉そぼろあんかけって調べてもらうと、結構だし10に対して醤油1とか、だし8に対して醤油1とか。で、もうちょっと、このあん自体のとろみも抑えて、結構優しい味のあんかけが多いと思うんですけど、個人的には、だし4に対して醤油1。このぐらいの結構濃ゆい割合で、んで、しっかりとろみを効かせた方が僕は好きなんですよね。もうこれ一すくいでご飯がっつり炊き込めるぐらいの。例えば、ピーマンとか、あとごぼうとかも美味しそうやな。ちょっとお子さんがね、苦手なお野菜とかもこれやったらもうバクバク食べると思いますんで。しかもめっちゃ安いんで、給料前とかこれめっちゃいいですよ。真面目な話、2019年作ったものの中でも1位2位を争うぐらいうまいね。なんだろう、毎日でも食べたいぐらいの美味しさ。もし仮に僕に奥さんがもしね、おるとして、そやな、5日間ぐらい連続でね、これが食卓並んでも僕は何も言わないから、おいいねって言いそう。なんか時間のかかるもやしのひげねとりとか、そういったものをはしょればね、これほんとすぐできますんで。で、なんやったらこの野菜じゃなくて冷ややっこにこれかけても美味しいでしょうしね。で、この肉味噌自体も多分冷蔵庫に入れとけば4、5日は持つと思いますんで、このあんだけ作っておけばもうそれは財産ですからね。んで、このあたりで、ここに山椒って絶対合うと思うんですよ。なんならこれ山椒マストっていうぐらいのレベルで合いますね。おー、完全に入れすぎた。ということで残りあとこんだけになりましたね。ちょっと最後はガガッと書き込みたいので、ご飯をよそって、で、ここもよそって、最後ここの隙間に卵ドーン、まあ、完全に外しましたけどね。そしたらこれぐちゃぐちゃっとやって、いやー、うまかったね。なんだろうな、あん肝とか白子とかイクラとかウニとか、もうそういったなんかこうドーンとくる美味しさっていうわけではないんですけど、なんかホッとするというか、なんか毎日でもね食べたいなと思うような美味しさでしたね。なんだかんだこんなシンプルなものが一番美味しいですね。で、おそらくこれ1人前で言うと200円から300円ぐらいで作れると思うんですよ。僕みたいなこんなね大量なものを作らなければね。
で、なおかついろいろとね、アレンジの幅も広いかと思いますんで、なんかね、ご機会がありましたら、ぜひ。っていうところかな。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では。